彼はただ歩いてるだけでも存在感があるんだよ。もう本当に特別な選手だね。彼はまさに唯一無二の人としか言いようがないよ。このように語ったのはジャイアンツのエース、ローガン・ウェブ投手。ジャイアンツは7月末のドジャースとの4連戦を1勝3敗で負け越し、ウェブ投手もすっかり落胆した様子でした。そして大谷選手は4連戦の最終戦にタイラー・ロジャース投手から31号ホームランを放っています。今季1号を同じくジャイアンツで双子の兄であるテイラー・ロジャース投手から打っていたこともあり、ロジャース兄弟を打ち負かしたと話題になりました。シーズンも後半戦に突入し、白熱した試合が続いている MLB。 その中でも順位に大きく影響する同地区同士の対戦はより一層緊張感があります。ドジャースはナ・リーグ西地区首位をキープしていますが、7月最終週のパドレスとの同地区対決では2連敗を喫し、ゲーム差を詰められてしまいました。この結果を受け、スタジアム近くの地下鉄ではドジャースファンとパドレスファンが乱闘に発展する事態に。ファンの熱量も一段と高くなっていることが分かりますね。ロバーツ監督もこの結果には落胆。試合後のインタビューではこのように語っていました。この試合は痛恨だ。この試合は勝たなければいけなかった。一方の選手たちも同地区対決には気を張っているようです。7月30日の試合でパドレスの2番手としてマウンドに上がった松井裕樹投手は、ドジャースの上位打線を凡退に抑え、1回を無安打無失点と好投。試合後のインタビューでは大谷選手との対決を振り返ってこのように語っていました。リーディングヒッターですし、本当に素晴らしいバッターなので長打に気をつけていました。打席での大谷選手の威圧感がうかがえますね。相手投手からすると大谷選手との対決はより一層緊張感があるのでしょう。ということで今回の動画では、同地区のライバルたちが大谷翔平選手について語っている内容について取り上げています。相手チームから見てドジャース大谷翔平の凄さとはどのようなところにあるのでしょうか。監督たちのコメントもたっぷりご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速参りましょう。ジャイアンツの選手、監督が語る大谷の凄さ。絶好調の大谷選手を見るライバルチームの首脳陣や選手たちも、彼の成績と一挙手一投足にはお手上げです。投げるところがないと投手に言わせる大谷選手ですが、今季は今まで以上に対戦相手は大谷対策に手を焼いているようです。1、今季1号被弾のロジャース兄が語る大谷の修正力。4月3日、ドジャースタジアムで対戦したサンフランシスコジャイアンツのテイラー・ロジャース投手は、大谷選手に打ち崩され困惑した一人です。ロジャース投手は昨季左打者キラーとして左打者を1割1厘で抑え込むという活躍を見せていました。しかし4月3日の大谷選手との対戦では1号ホームランを打たれるなど苦しい結果に。ロジャース投手は試合後のインタビューで大谷選手の攻略に苦戦した胸中を明かしています。昨日はセカンドゴロに打ち取っている。だからこそ今日も同じ配球を軸にするプランだったんだけどね。ロジャース投手の言う通り、前日の試合ではピンチに登板して大谷選手をセカンドゴロで打ち取っていました。ですが翌日には大谷選手はしっかりと弱点と読みの甘さを修正していたのです。ロジャース投手はたった1日で進化した大谷選手に追い込まれていました。1号ホームランを打たれたその時、自分の配球がいかに崩されたかを語る様子から大谷選手の凄みが透けてきます。カウントがすっかり悪くなってしまったんだ。そうなるともうストレートを投げるしかなくなるんだ。ロジャース投手はストレートが甘くなることを恐れ、変化球で攻めていました。それも思わず打者が手を出したくなりそうな臭いコースへ配球しています。ですが、大谷選手はむやみに手を出さず、落ち着いて見送り、カウントを自分に有利なものに変えました。
万策すぎたロジャース投手は渾身のストレートを投げるしかなくなりましたが、大谷選手はそれを狙って打ち抜きます。ロジャース投手もデータと能力を駆使しましたが、頭脳戦でも能力戦でも大谷選手が彼をはるかに上回ったのです。丸2、もう対戦したくないよ。メルビン監督もうなった大谷の大活躍。5月14日にもジャイアンツはドジャースと対戦しています。そしてその時にはついにジャイアンツ監督のボブ・メルビン監督が大谷選手に白旗をあげました。大谷とはもう対戦したくないね。ああいうバッティングを常にされたんじゃね。落胆した様子で試合後の取材に答えたメルビン監督。この試合に2番指名打者で出場した大谷選手は3安打2打点といつも通りの申し分ない活躍をしています。最終打席でスリーベースが飛び出せばサイクルヒットという最高のおまけ付きのような結果。惜しくもサイクル達成は逃しましたが、敵将をも嘆かせる素晴らしい働きをしていたのです。メルビン監督にとって大谷選手が打つことはある程度は想定の範囲内でした。強敵ドジャースを抑え切るという考えは捨て、大谷選手にいかに対処するかに焦点を絞るというゲームプランを持っていたようです。しかしメルビン監督はそのプランすら大谷選手に壊されたと話しました。大谷に打たれるまでは計画通りの進行だった。それでも大谷がホームランを打ち、打たれた先発のウィンがすっかり動揺してしまった。彼のホームランはその後の全ての流れを変えてしまったんだ。この試合3回まではジャイアンツの先発キートン・ウィン投手がドジャース打線を抑え込んでいました。それでも大谷選手は打順が一巡する前にウィン投手を捉えたのです。試合の膠着状態を解くホームランを放ち、メルビン監督を落胆させた大谷選手。メルビン監督もこれには白旗をあげるしかありません。彼はもう本当にいいバッティングをする。ホームランにしたボールも簡単なボールではなかったんだ。この前日の試合でもドジャースに苦渋を舐めさせられたジャイアンツ。メルビン監督は大谷選手抜きにしたドジャースの戦力へも警戒を緩めていません。大谷選手がいなかったとしてもドジャースはどこからでも点を取り追加し続けることが可能です。その恐ろしさをメルビン監督は淡々と語りました。ドジャースのスタッツ、ボックススコア、それをくまなく見れば1番から3番まででどう点を取ろうかということになる。敵側からすればそれはフリーマンで2点取られるか大谷に2点取られるのかということだ。上位3人はとにかくいいバッターで、だからといってその後は気を抜いていいなんてものではない。深呼吸などできないよ。相手チームにとってドジャースとの試合が一瞬も気を抜けないものであることが伝わってきますね。またメルビン監督は今季の開幕前、オープン戦の時点でも大谷選手を絶賛しています。アリゾナでのオープン戦、大谷選手は相手投手に詰まらされながらもホームランを放ちました。このホームランにはメルビン監督も納得の様子。インタビューでは調子の良かった自分のピッチャーの球をホームランにした大谷選手を大絶賛していました。私もピッチャーと同じ選択をすると思う。彼はとても調子が良かったからね。でも大谷はホームランにしてしまった。さらにこのホームランにはドジャースのデイブ・ロバーツ監督も脱帽しています。大谷は誤差の許容範囲が大きいね。逆方向に打ち損じたなと思ってもホームランになるんだ。ロバーツ監督も感心するしかない大谷選手の能力。もちろんメルビン監督もそれを分かっていましたが、このオープン戦でメルビン監督は大谷選手の人気にも驚かされていました。試合開始前からジャイアンツのファンですら大谷選手を追いかけ夢中になっていたのです。メルビン監督は記者からファンの様子に気づいたかと尋ねられ、このように答えています。もちろんだよ。というか私だってそうする。大谷を追いかける。彼はかなりいいんだから。現に多くの野球人を魅了し引きつけている大谷選手。
メルビン監督もジャイアンツの監督でありながら、大谷選手の魅力にやられている一人なのかもしれませんね。丸3、大谷は最高にクールなやつなんだ。憧れを語るエース、ウェブ投手。ジャイアンツのエース、ローガン・ウェブ投手も、すっかり大谷選手の虜になってしまっているようです。大谷選手を唯一無二と絶賛するウェブ投手は、昨年8月に対戦した大谷選手の印象をこのように語りました。センター返しにされた打球は僕には見えていなかった。ただ音は聞こえていたから僕の体のすぐ近くを通過していったんだと思うよ。昨年8月7日の試合、ウェブ投手は6回に大谷選手にセンターへのツーベースを許しています。143キロのチェンジアップをお手本のようなセンター返しで打ち抜かれていました。速い打球が体の近くを抜けていったことは、ちょっとした恐怖体験。ウェブ投手は大谷選手の打球速度に触れ、その後は試合前後の大谷選手を観察した結果を語りました。彼はただ歩いてるだけでも存在感があるんだよ。もう本当に特別な選手だね。彼はまさに唯一無二の人としか言いようがないよ。どこにいても風格を漂わせる大谷選手に、半ば心酔した様子のウェブ投手。現役 MLB プレイヤーには多くの大谷ファンがいます。ウェブ投手もその一人で、大谷選手の全てに注目を注いでいるようです。大谷はありとあらゆる様々な方法で野球を変えているんだ。このように大谷選手に最大級のリスペクトを持っているウェブ投手は、大谷選手のインスタグラムをフォローしたことでも話題になりましたね。ウェブ投手は当時このようにコメントしていました。大谷のインスタをフォローして、僕は彼にフォロー返しをしてほしかったんだけど、彼はフォロー返しをしてくれなかったから、僕としては進展がないかな。大谷選手を追いかけようとしたものの、最初は思うような反応をもらえなかったウェブ投手。しかしその後、大谷選手は無事にウェブ投手にフォロー返しを行いました。二人は現在も相互フォロー状態で、メッセージを交わす機会もあるようです。そして2人の交流は、ジャイアンツも参戦した昨年オフの大谷争奪戦の最中にも図られていました。ですが、それはどうやらウェブ投手から大谷選手への一方的なラブコールだったようです。 NBC スポーツベイエリアは、ウェブ投手がインスタグラム上で大谷選手にダイレクトメッセージを送っていたことを報じています。ウェブ投手はこのようなメッセージを大谷選手に送っていたそうです。サンフランシスコの街、ジャイアンツ球団に関して気になることがあれば、どんな質問にも自分が答えるよ。ウェブ投手は大谷選手から感謝の意を示す返信をもらいました。さらにそれからも、ウェブ投手は大谷選手の去就を気にかけ動き続けていたのです。今年2月、アメリカのポッドキャスト番組クリス・ローズ・ローテーションに出演したウェブ投手は、大谷争奪戦にどのように関与したのか明かしています。交渉に携わった担当の全員に、とにかく何度もメッセージを送ったさ。多分僕は毎日メールしてたね。まあ正直なところ、僕は彼らにうざいと思われて、そう思わせたよ。でも彼らだって口を開くことを許されてなかったんだ。だから交渉に関しては知らないよ、という感じで、何も得るものはなかった。ずっと秘密主義だったんだ。尊敬している大谷選手とチームメートになれる可能性は、ウェブ投手の心を沸き立たせていました。だからこそ彼は球団担当者にうざいと思われても、争奪戦の結末をいち早く知ろうとしていたのでしょう。大笑いで昨年オフの自らの行動を振り返ったウェブ投手。それでも大谷選手のドジャース入団が決まった直後は、大きなショックを受けていたそうです。大谷のドジャース入りは、それはもちろん最悪だったよ。だってどのチームの誰に聞いても、大谷を自分のチームに迎え入れたいと言うだろう。交渉の段階ではドジャースにさえ行かなければいいんだと思っていたよ。まあ言っちゃったけど、大谷翔平とチームメートにはなれず、それまで同様に対戦相手になることが決まった瞬間の気持ちはなかなか複雑だったようです。それでもウェブ投手は2024年シーズンへの期待を口にしていました。
野球界の最大のスターがロサンゼルスでプレーする。ロスと彼の組み合わせは最高だよ。ウェブ投手は大谷選手と相対する期待に向けて気を引き締めていました。開幕後の対戦を 100% 楽しみと言いながら、大谷選手が加わるドジャース打線にいかに立ち向かうのかという決意も表明しています。ドジャースとの対戦はすでに難しいことからだ。これからは大谷も含めた選手と戦っていく。対戦したくないというところだけど、同時にライバルである僕は自分が最高の選手になるために最高の選手を倒さねばならない、そう思っているんだ。大谷選手へ憧れ、お茶目で気さくな一面を見せていたウェブ投手。しかし大谷争奪戦に終止符が打たれた後は、大谷選手の最高のライバルになるべく闘志を燃やしました。2024年7月末までにウェブ投手は大谷選手に対して11打数4安打3三振を奪い、4つのフォアボールを与えています。試合展開上致し方ない1つの敬遠もありますが、現状での対戦成績は両者五分五分といったところですね。今後もこの2人の対戦には注目していきたいところです。4、彼は最高にクールなんだ。若手投手たちが感激した大谷の振る舞い。4月1日の対ジャイアンツ戦では、アビラ投手がドジャースを相手に MLB デビューを飾りました。アビラ投手は4番手として登板し、7回に大谷選手と対戦。彼はそのまま大谷選手を三振に切って取り、 MLB での自身最初の奪三振を大谷選手から記録しました。このアビラ投手の喜びを伝えたのは、地元メディアサンフランシスコクロニクルのスーザン・スラッサー記者です。スラッサー記者によると、アビラ投手は大谷選手との対戦をこのように振り返っていたそうです。大谷を三振に切って取ったのは最高にクールなこと。試合後の興奮と臨場感が伝わるコメントですが、さらに続きがありました。スラッサー記者は自身の SNS でアビラ投手の希望をこのように伝えています。アビラは大谷から三振を奪ったボールを持っています。彼は私に、もし彼がこのボールにサインを入れてくれるのなら光栄なことだねと話していました。 MLB デビューを華々しく飾ったアビラ投手の大きな希望。スラッサー記者はその第一報を伝えていましたが、試合の2日後の4月3日には後日談を X に投稿しています。大谷は三振球にサインを入れてほしいと言ったアビラの希望に応えた。彼はアビラの初奪三振ボールにサインを入れたのだ。アビラは喜び、最高にクール、正直言おう、僕はもうボールの写真を5人の親友に送ったんだよと語っています。 MLB でキャリアをスタートさせた若手投手と大スター大谷選手の粋な交流ですね。その反応からもアビラ投手が大感激だったことが伝わってきます。プレーはもちろん、その振る舞いや人間性でもジャイアンツの選手を虜にしている大谷選手。ライバルチームではありますが、こうしたリスペクトあふれる交流は微笑ましいですよね。パドレスの選手、監督が語る大谷の凄さ。さて、続いては同地区のライバルであるパドレスの監督や選手たちのコメントをご紹介していきたいと思います。 ① ダルビッシュ有が語る大谷翔平への強い思い入れ。6月12日、ドジャースはサンディエゴパドレスと対戦しています。この試合、大谷選手は腰の張りを訴えて欠場。大谷選手の躍動はお預けとなりましたが、日本人ファンにとって嬉しい出来事がありました。それはダルビッシュ有投手の日米通算199勝達成です。200勝の大台まで残り1勝となり、この日の話題はダルビッシュ投手がさらいました。ダルビッシュ投手は欠場した大谷選手を気遣っています。まさか試合に出ないなんて思っていなくて、だいぶ前からドジャース戦で投げるだろうと楽しみにしてましたから、すごく残念なんですけど、早く良くなってほしいですよ。ベテランの域に達したダルビッシュ投手ですが、進化と情報収集を欠かさない選手です。
こちらも進化を続けている大谷選手との対戦はとても楽しみなのでしょう。大谷選手もダルビッシュ投手のコメントに答えるかのように試合前の取材で思いを明かしました。今日は打席には入れないですが、外から見て勉強になることはいろいろあるかなと思います。大谷選手のこの発言を聞いたダルビッシュ投手は試合後に大谷選手に返事をしています。僕から彼が学ぶっていうのは多分あんまりないんじゃないですか。どちらかといえば僕の方が彼の動作や走り方を見て勉強してます。彼の話はリップサービスかなという感じですが、彼の前でいいピッチングができたなと思います。大谷選手はベンチから先輩の活躍を見守り、自らの糧にしていく所存。ダルビッシュ投手もまだまだ後輩から学びを得たいという意識を持ち続けています。二人のコメントからはさらなる進化を諦めない貪欲な向上心が見えてきますね。ダルビッシュ投手ともう一人、パドレスには大谷選手に注目を寄せる選手がいます。野手のフェルナンド・タティス・ジュニア選手です。彼は大谷選手の欠場を残念がった一人であり、日頃から大谷選手を尊敬する MLB プレイヤーでもあります。タティス・ジュニア選手は親子2代で野球選手なのですが、父親と共に大谷選手を憧れの選手に添えているのです。タティス・ジュニア選手は大谷選手を神だと話します。彼はゴートだよ。神だね。彼はとてつもない男で、彼が今球界で成し遂げていることはこの先100年200年と語り継がれるはずだ。彼との対戦は大いなる挑戦になるし、楽しみにしているんだ。大谷選手の欠場を心配し無念さを訴えたタティス・ジュニア選手。しかし大谷選手が重傷ではないと分かり、次の機会に向けて新たな闘志を燃やしました。 ② 大谷対策をしないとね。シルト監督が語る大谷翔平の脅威。選手たちは意欲的な一方で、パドレスのマイク・シルト監督は苦笑いで大谷対策の難しさと向き合っています。開幕間もない4月12日のドジャース戦では、タイブレークの末に辛くもドジャースから逃げ切ったパドレス。ところが途中経過の時点では1番ベッツ選手と2番大谷選手にしてやられていたのです。特に大谷選手は初回の打席でレフト中段にホームランを放っています。相手先発キング投手のストレートを打ち抜いた逆方向への見事な一発にはシルト監督もお手上げ状態。試合後のインタビューでシルト監督は長くなったこの試合を振り返りました。ベッツ、大谷は素晴らしいね。特に大谷は本当に素晴らしい。逆方向で一番深い場所にホームランを打つだなんてね。彼は今最も厄介なバッターだろう。それにしても間近で見たあのホームランはすごかった。今の彼は手がつけられないほど好調なんだと感じるね。毎試合ごとに死力を尽くさねばならない大谷選手との対戦。シルト監督はドジャースとどう向き合うのかと記者に尋ねられ、ジョークを交えてこのように返しました。まあ対策も一つはある。それは大谷との勝負を避けるというもの。次からは大谷対策をしなければいけないかもね。シルト監督の考えた大谷対策は大谷選手を出塁させないということですが、仮に大谷選手を抑え込んでもその後は安泰といかない現実があります。 ③ パドレス投手陣が語る大谷翔平の威圧感。パドレスのアドリアン・モレホン投手は大谷選手の存在感だけでもプレッシャーを感じると訴えています。5月11日のドジャース対パドレス戦、大谷選手は第3打席にフォアボールを選び出塁。この時大谷選手はモレホン投手の前に投げた先発マット・ウォルドロン投手の配球を読み切り、見事に見極めていました。ウォルドロン投手の救援に向かったモレホン投手はすでに一塁にいた大谷選手の存在に気を取られ、集中できていなかったようです。ナックルの制球が定まらず、動揺してボークを取られて大谷選手の進塁を許してしまいました。試合後モレホン投手はこの時のムードを嘆きました。制裁を欠いたピッチングだと言える。出してしまったランナーを意識してしまったことは間違いなく、それはこれから明らかに修正しないといけない課題だ。
大谷選手の盗塁を警戒し集中力を欠いてしまったモレホン投手、フォームも乱れ本来のピッチングができない状態に陥っていたようです。そして最後にはテオスカー・ヘルナンデス選手に満塁ホームランを打たれてしまいました。このように大谷選手の存在に威圧されたモレホン投手、シルト監督もそうですが、今の大谷選手との向き合い方には誰もが苦心しているのです。今年3月21日ドジャースとの韓国開幕シリーズで大谷選手と初対戦を果たしたのは、今季から MLB 挑戦をしている松井裕樹投手です。彼はこの試合の4番手として登板し、大谷選手をライトフライに打ち取りました。上々すぎる結果を手にした松井投手でしたが、飛球の行方には肝を冷やしていたようです。大谷選手を打ち取った感想をかみしめながら語っています。打球速度も速い、だから持っていかれたかなと思っていた。でもアウトに取れてよかった。ホームランバッターですから、それとボールも想定より高く浮いた。今日はこの球場が広くて助かりましたね。初対戦の大谷選手の感想を求められた松井投手は、やはり大谷選手の存在感を真っ先に挙げています。それはもうホームランバッターですよ。ものすごい気が出てましたね。 MLB 新人松井投手でもはっきりと感じ取った大谷選手の存在感。どこのチームと選手たちも大谷選手は名前を聞いただけでも構えてしまう、そんな選手になっています。順調に勝ち星を挙げ、ドジャースに迫るパドレスは7月末の2連戦で連勝、対ドジャース戦における成績を7勝3敗とし、2020年以来14年ぶりに同カードの勝ち越しを決めました。ドジャースの地区優勝にはパドレスが最大のライバルとなってきそうです。ドジャースとパドレスはシーズン最終盤の9月に最後の3連戦を控えています。その時にゲーム差がどうなっているか分かりませんが、両チームの白熱した同地区対決を楽しみに待ちたいですね。ダイヤモンドバックスの選手監督が語る大谷の凄さ。ダイヤモンドバックスの監督と選手も大谷選手の存在感と威圧感の凄みについて口を揃えます。ここからはダイヤモンドバックスの選手や監督が語る大谷選手の凄さについてご紹介していきましょう。1. 抑えられたのは幸運だった。マンティプリー投手が語る大谷の積極性。5月20日の試合で先発、翌日にはリリーフで連投したジョー・マンプティ投手は、22日にドジャースとの連戦を終えた直後、インタビューに答え大谷選手について語っています。彼はね、ダメージを与えられる能力を持っているんだよ。彼が捉えたボールはかなり内角だったが、それでもうまく打たれたなと思った。フライに抑えられて幸運だ。彼が威圧感のある存在だというのは間違いないことだね。リリーフで登板した21日の試合でマンティプリー投手は大谷選手をライトフライに打ち取りました。ただその時にはマウンドから18メートル先にいる大谷選手からの圧と戦っていたようなのです。結果的に抑えられたのは幸運だというほど、マンティプリー投手は緊張を味わっていました。しかしマンティプリー投手はプロとして緊張を刺激に変えるよう心がけているといいます。大谷はとても積極的だ。いいボールを投げられたとしてもこちらはダメージを与えられる。それでもここのところは僕にもチームにも幸運にも全てがいい方向に働いたね。誰のことでもアウトにできるのは嬉しいが、大谷をアウトに取れるのはいい気分だ。何せ彼は MLB でベストの選手の一人なんだから。試行錯誤と創意工夫で大谷選手を抑え込む。マンティプリー投手は現役投手として前向きに自らのベストを尽くそうとしています。2. ウォーカー選手が驚かされた大谷の全力プレー。野手のクリスチャン・ウォーカー選手は大谷選手の全力のプレーに賛辞と感心のコメントを送りました。大谷は本当に特別な選手だ。彼の速さと判断能力というのは信じられない。今日の試合でも彼はユニフォームを破るほどの全力プレーを見せてくれた。スライディングでズボンの膝に大きな穴を開けたのを見て、彼がどれほど全力でやっているのかが分かったよ。
5月21日の試合に出場した大谷選手は4打数2安打1打点2盗塁の成績を残しています。ドジャースは惜しくも敗戦したのですが、大谷選手の働きぶりは通常運転だったといえます。4回の打席でツーベースで出塁後、3盗を成功させた大谷選手。大谷選手のスタートはダイヤモンドバックス守備陣の悪送球を誘い、大谷選手はその間にホームに突入しています。3盗でのスライディングの際には大谷選手のズボンの膝に穴が開いていました。今季のユニフォームは薄くなってしまったという話がありますが、その影響は常に全力プレーの大谷選手には大きく出ているようです。ウォーカー選手は大谷選手がユニフォームの汚れや破損を気にせずにいる姿勢に敬意を示していたのですね。ウォーカー選手はさらに大谷選手の盗塁術についても技術力を絶賛しました。今日の試合で彼が見せた盗塁の速さと巧みさは見事だった。特にうちの優れたモレノのようなキャッチャーから2つも盗塁を成功させるだなんて本当に驚異的なことだ。モレノは去年ゴールドグラブ賞を獲得している選手だということを鑑みれば、大谷の脚力と野球 IQ の凄さがよくわかるね。大谷選手もただ単に全力プレーをしているわけではありません。その高い分析力から導き出された最善策を実行し続けているのです。ウォーカー選手もこうしたハイレベルなプレーに脱帽させられたようですね。3、ロブロ監督が語る大谷の脅威。熱戦を繰り広げたドジャースとの連戦はダイヤモンドバックスの選手や首脳陣に大きな印象を残していました。ダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督も大谷選手の活躍を認め絶賛していました。大谷は本当に特別な選手です。彼のスイングスピード、打球速度、全体に対するアプローチも素晴らしい。彼がどれほどの才能の持ち主なのか見るたびに驚かされる。大谷選手を絶賛するだけではなく、ドジャース打線を止める手立てがないとも語っていたロブロ監督。一方でロブロ監督は大谷選手のことを心配しているのだとも語ります。それでも私は彼のことを心配しているんだ。彼の今後の体力、健康そのものという部分で、彼はこれまでにも故障を経験している。彼のような選手が怪我をすれば、それは野球界全体の損失。右肘の故障から回復途上にある大谷選手のコンディションを懸念しているというロブロ監督。さらに健康第一とコンディションを優先してほしいと話を続けた上で、ファンや関係者を騒然とさせるコメントを残しています。彼が今のペースを維持するのは難しいだろう。彼がこれからもベストパフォーマンスを披露し続けられるように、この間の腰の不調も踏まえて適切な休養と日程の管理が必要だと思っている。大谷選手の体調管理と出場試合数のコントロールに関する部分は彼自身やドジャース関係者が決めることです。ロブロ監督に言われなくとも当人とドジャース関係者が把握しているというのが、ロブロ監督への妥当なリアクションでしょう。実際にドジャースのロバーツ監督もロブロ監督への返答とも言えるコメントをしています。ストイックな大谷選手が己の姿を見せることでチームを引っ張っているという話を展開したロバーツ監督は、大谷選手の体調面について指揮官としての見解を続けました。我々ドジャースとしても翔平の体調や健康そのものにはとにかく最善の注意を払っている。彼がこなす役割は多く、それが彼の体にどの程度の影響を及ぼすのか常に考えなければならない。彼のような存在が長期間好調を維持するためには適切なケアと休養というものが不可欠だと理解している。大谷選手をチームに引き入れた時点でロバーツ監督としては全てを承知していたことでしょう。今後はリハビリを完了した大谷選手が二刀流に復帰することもロバーツ監督の頭には入っています。ロバーツ監督はロブロ監督の発言とその後に起きた大谷選手のコンディションへの懸念に対する世論の紛糾を収めるべく発言を続けていました。翔平が現在のペースを維持してシーズンを戦うためには、私を含めたチーム全体が彼をサポートしなければならない。彼が健康であるということを念頭に置き、彼のベストパフォーマンスを引き出すためコーチングスタッフやトレーナー陣営と手を取り合っていく。
ドジャースサイドからしてみれば、ロブロ監督の懸念や指摘というのはおせっかいということだったのかもしれません。それでもロブロ監督は大谷選手に何かあることを本当に心配していたのです。大谷選手に万が一のことがあれば球界全体の損失というロブロ監督の発言から、その思いがひしひしと伝わってきましたね。ロッキーズの選手、監督が語る大谷の凄さ。さて、最後にご紹介するのはコロラドロッキーズの選手や監督のコメントです。ナ・リーグ西地区最下位となっているロッキーズですが、大谷選手との対戦には毎回のように驚かされているようです。1、大谷の攻略法があるなら教えてほしいよ。被弾したゴンバー投手が語る大谷の異次元さ。6月18日のコロラドロッキーズ戦、大谷選手は6回に今季最長飛距離の145メートル弾をセンタースタンドに叩き込みました。飛距離、打球速度、目の覚める一発は今季20号。観客も両軍の選手たちも驚く一打でしたが、打たれたオースティン・ゴンバー投手は失意の底に沈んだ感想を漏らしています。彼が打ったのはスライダーだ。彼の攻略法？わからん。わからない。わからないね。ゴンバー投手が投じた135キロのスライダーはいとも簡単に打ち抜かれ、速度182キロでスタンドに消えていきました。この光景をゴンバー投手は見てすらいません。打たれた瞬間に一度打球を見たきり、それ以上振り返ることはせず打球に背を向け、起きたことを受け入れていたのです。大谷攻略法はわからないと言ったゴンバー投手は、大谷選手をどう思っているのか端的に続けました。大谷はこの惑星で一番の野球選手だ。誰か大谷を抑える方法を知っていたら、ぜひ僕に教えてほしい。僕はその提案を歓迎するよ。自分がベストコンディションで挑んでも、それを超えてくる大谷選手には脱帽するしかありません。実際 MLB の第一線で活躍する多くの投手が、大谷選手にお手上げといったコメントを残しています。仮に大谷選手が不調だとしても、他の選手にとっては少し調子が悪い程度の話にしかなりません。悪いなら悪いなりにある程度の結果を残してしまうのも大谷選手の強さですよね。ライバルたちを呆然とさせている大谷選手ですが、一方で味方から見ればとてつもなく心強い選手です。大谷選手がゴンバー投手から放ったホームランを見たロバーツ監督は、興奮した様子でこのように語っていました。なんてことだろうね。あれほどのものを見たことがあるかい？わからないな。何日か前にも左中間へのホームランを見たことがないと言った覚えがあるが、今回の一本も見たことがないね。言葉にならない。彼は次元が違う。大谷選手の活躍を喜びつつも、次元を超越したレベルでのプレーに開いた口が塞がらなくなっているロバーツ監督。自分の指揮官であっても大谷選手をどう褒めるべきか困っていることが伝わってきますね。ロッキーズのゴンバー投手は大谷選手への対処法を見失い、意見を求めました。ですが、この問題は一投手のことだけではなく、ナ・リーグ全体の問題となりつつあるようです。現在ナ・リーグ内では、敵前逃亡と言われても構わないという鉄の意思で大谷選手を全打席敬遠するという案も浮上していると言われています。大谷選手をすごいと感じつつも、もはや全打席打たれるという恐怖感が勝る。そんな状況に複数のチームが禁じ手の敬遠を戦略化しようとしているようです。あるナ・リーグの球団関係者は、真面目に分析し尽くした結果の敬遠策を冷静に語ります。 SLG の数値も圧倒的に高い。どうせ大谷に打たれるのならば、一塁へ歩かせた方が被害がなく得策であるというアイデアだ。全打席で彼を敬遠すれば、確かに多くの批判を浴びるのは必至だ。この対策が批判されるのを承知していながらも、これしかないと関係者は続けます。それでも現代野球はデータ至上主義と言われ、その傾向が強まっている観点から見ると、全打席敬遠は愚策ではないと言える。それを信条として、大谷との対戦成績が悪い複数の球団が全打席敬遠のアイデアを真剣に議論していると聞いている。球団関係者のこの言葉は、自チーム内について語っていたかもしれません。あるいは他チームの話としてアイデアへの反応を伺う
観測気球だった可能性もあります。ただそれでも大谷選手をいかにして抑えるのかは同地区のチームにとって頭の痛い問題です。最高にして至高の選手を見られることは喜びですが、自チームのファンは敗戦には渋い顔を見せます。野球のエンターテイメント性と自分たちの勝利を追求する方法を探るには絶妙なバランス感覚が求められているのです。丸2、大谷が加わった打線は本当に破壊的だね。ブラック監督が語る大谷の存在感。ロッキーズのバド・ブラック監督は敵将として大谷選手に賛辞を送ります。本音を聞けばいろいろと出てくることでしょうが、目の前で躍動する大谷選手を励ましました。大谷はエキサイティングな存在だ。彼と同じようなレベルの才能を持つ選手は数人いるかもしれない。しかしその選手たちのレベルを彼はさらに引き上げていると思う。来年から投手に復帰すれば話題はもっと大きくなるはずだ。彼は素晴らしい才能を持ち、これまでに前例のないことを次々と成し遂げている。まさに驚異的な選手であり、スピードとパワーは本当に素晴らしい。そうとしか言いようがないね。そして大谷選手だけではなく、進化したドジャース打線を相手にする感覚も交えて話を続けました。遠くから見ているだけでも大谷の才能が特別だというのはすぐにわかるんだ。昨年も二刀流の彼に驚かされたが、今年は打撃でよりパワーアップしているように見える。実際に見て感じたが、彼は想像以上だ。ムーキー・ベッツ、フリーマンも素晴らしいことに変わりないが、大谷が加わったドジャース打線は本当に破壊的なものになっているね。ブラック監督は大谷選手を称賛しつつ、最大級に警戒を強めています。6月対戦時にはマイクを向けた日本メディアを見るや否や、このような逆質問をしていました。私たちが大谷に対してどんな投球をするか考えを聞きに来たのかい？ロッキーズが大谷選手の全打席敬遠を検討しているかは分かりません。しかしブロック監督のコメントから察すれば、ロッキーズは策を凝らしながら大谷選手との真剣勝負に挑み続けるのではないでしょうか。さて、いかがでしたか？大谷選手の存在感は言葉で語られる以上に大きなものになっているようです。底なしにあふれている才能と努力し続ける精神、野球への探求心も尽きることはなく、大谷選手は常に先に進み続けています。特に同地区のライバルたちにとって大谷選手の進化は脅威であり、悩みの種です。自分自身の最高のパフォーマンスで挑んでも大谷選手に打ち砕かれてしまうことも多いことでしょう。しかしそれでもプロとして今日も真っ向から大谷選手に向かっていきます。そしてその真っ向勝負が数多くの伝説を生み出し、ファンを熱狂させるのです。今後ポストシーズン進出を争い、同地区対決はさらに白熱していくこととなるでしょう。ドジャースは9月にダイヤモンドバックス、ロッキーズ、パドレスとの試合を控えています。シーズン最終盤の直接対決を有利に進めるためにも、ここから着実に勝ち星を重ねていきたいところですね。引き続き大谷選手の活躍とドジャースの勝利を願って応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またたくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。